はい、こんにちは、佐久間です。今回、名門イルカ大学ハワイで人気のツアーに参加してきました。このようにね、バスで迎えに来てくれます。そして港に着いたら、おーやー、めっちゃ元気でしょ。本当にね、朝からどんだけハイテンションなんだって感じ。でも、このイルカ大学って、1便2便ってありまして、朝5時半からのが1便で結構人気みたいです。で、なぜかというとね、ワイキキの方に1時半ぐらいに帰ってこれるみたいなんですよね、お昼過ぎ。はい、こちらガイド武蔵さん、すげえ優しい人でしたね。で、僕今回2便目で行ったんですよね。だいたいね、朝8時か9時ぐらい集合だったかな。うん、それで行きました。だいたいワイキキの戻りが3時4時だった気がしますね。 Southern Emergency, the Coast Guard wants us to wear this life vest. They're located on that hatch right over there. これね、緊急のライフジャケット。どこにあるかって言ったら、あっちの後ろの方にいっぱい入ってます。はい、使い方、はい、ちゃんと日本語で説明してくれましたね。こちらは、ハワイ西海岸ワイアナエという地域になってます。ワイキキから車でちょうど1時間半ぐらい前後でね、来れる距離なんですけれども、ちょっとね、下の方に行くと、あの有名なディズニーホテル、あのアウラニリゾートが近くにある海ってことは、やっぱり透き通ってて綺麗な海ということになりますね。はい、そこでイルカを探しに、我々迎えに行きたいと思います。着けるまで帰らないぞ。あのね、やっぱり船の上からイルカを確認して、このように飛び込んで海に入っていくんです。やっぱりイルカの近いところで、海に入り、そこでちょっと潜って遭遇するという機会を設けている、ツアーになっていますね。するとなんと1回目でですね、イルカが現れました。ハシナガイルカという種類のイルカになりますね、こちら。イルカはこの時実は寝ているそうです。はい、寝ているイルカを、探しに行くというツアーになっているのが、この名門イルカ大学のツアーになっております。これね、 GoPro で撮ったんだけれど、肉眼で見たらね、もっと大きく見えますよ。すっごいね、あのシュノーケリングのやりがいがある、イルカウォッチでした。でもね、もう一回行きますよ。いました。やっぱね、さっきのところより透明度がいいのでね、今ガイドさんが指さしたでしょ。瞬間で来るよ。来ました。ちょっとさっきより遠いんですけど、これね、やっぱりね、 GoPro だからなの。でも透明度がさっきのところよりもあって、肉眼だと結構近くに感じれましたね。デジカメとかね、濡れてもいいね、カバーがついてるやつとか絶対持っていくべき、イルカ大学に関しては。はい、次は船でね、もうちょっと北の方に向かいましょう。で、見てください、透明度がさらに増した海にはシュノーケルポイント、カメちゃんをいっぱいいる場所に連れてってもらいました。潜れば潜るほどカメがいましたね。奥にもいますの分かります？何匹も何匹も。で、このカメちゃんね、頻繁に上に上がってきてくれるんで、多分ね、今まで、いろんな綺麗な海に行かれて、ウミガメとか一緒に泳いだことあるとか見たことあるって方いらっしゃると思うんですけど、こんだけね、スローモーションじゃないんですよ、これ。ゆっくり泳いでいるカメとね、写真も多分撮れるチャンスもいっぱいある、そんな、シュノーケリングポイントっていうのを提供している名門イルカ大学のこの場所はちょっとさすがだなと思いました。気になる料金は大人1人155ドル、僕がの時はそれぐらいしました。で、日本円に換算するとだいたい1万8000円ぐらいしたんですね。はい、で、この船実は平均20人ぐらい、1つのツアーでやるみたいですが、1日2回ですよね、1便2便で。はい、で、イルカを見て、カメ、それから、このようにね、お魚さんもね、見れるようなシュノーケリングツアーなんですけれども、これたまたまかもしれないですけど、僕はね、2回ともイルカがちゃんと見れてね、カメちゃん、それからお魚さんまで見れて、すごくね、満足度いっぱいです。なのでね、コストパフォーマンス的にはすごくいいというような感覚を得ました。
ね、ってことはですよ、やっぱリピーターにもつながりますよね。僕もう一回行ってもいいなと思うぐらいだったんで、っていうとやっぱリピーターにもつながってくる。で、やっぱこのそういうサービスはやっぱり、もう自然の力を借りてますけれども、やっぱりそのポイントを見つけたという点でもね、イルカ大学さすがだなっていうのを感じました。素晴らしい経営だなと思っております。さらにガイドさんが本当に優しいんで、ね、前も言ったけどカメラを持ってってください。そうするとね、いっぱい撮ってくれるんですよ。なので、思い出の写真すごく残りますよっていう点でもね、やっぱりサービス力がすごく高いなっていうのを感じました。僕は、JTB のツアーデスクで予約をしたんですけれども、 HIS とかでも予約が取れるそうなので、事前にねインターネットからでも予約が可能だと思います。でも、現地でも予約ができるので、でも事前に調べておくのがベターだと思います。はい、大満足イルカツアー、人気の理由ははっきり分かりました。ぜひおすすめ名門イルカ大学でした。